はい、こんにちは、ジャムです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思いますということで、ね、やっていくんですが、いくつかね無料ガチャが来ているので、今回はねそれを引いていってみようかなと思いますということで、まあ一つは、ファイソルの日ガチャ無双ですね。こちら初回で、無料で引かせてくれた後に、まあ装備厳選モードか、ケンタマン厳選モードが発動するので、まあ追加で引いてね、みたいなガチャですね。まあただ、俺は無料分しか行かないけどね、という感じですね。で、もう一つは、また点検ガチャがね、無料で引けるみたいなんで、ファイソルの記念ってことでね、引いていってみたいかなと思います。ということで、ね、行きましょう。まあ点検の方から引こうか。いけ！さあとりあえず点検ガチャ行ってみたわけですが、さあ何が来るか。とりあえずあのいい感じのベルトが来てくれるのが第一なんだよな。まあでも赤ベルト2つしかないっすね。はい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 、一歩と伊達さんのサポカと、ボルグさんですね。まあただこのボルグさんは確か 3.5 周年の、1日1回無料ガチャでよく出たタイプのボルグさんなので、貫突してるかなという感じですね。 OK、じゃあ続けてファイソルの日ガチャ行きましょう。こちらはセルフピックアップは特になしですね。行きます。さあどうよ。このガチャは、割といいのが入ってるガチャだったかどうか、そこも確認せず引き、あ、ちょっと待って、イーベルトある。そして、イーグルが出る。あ、沢村の装備と首に力を。そして、そこ重要。おっと、お、仙道やったぜ。さっき、仙道たけし、ゲットですね。これ、合コン仙道だよね。あれ星 9? 星 9? 合コンでいいのかな、これ。多分そうだよな。決意だもんね。属性が決意なので、合コン先導のはずですね。オッケーオッケーオッケー。これは大当たり引いてる。そして追撃は、まあ、チケットだよと。チケットいくらかだけ確認しようか。40か。普通に、追撃しようがなかったわ。はい。ということで、まあ、ちょっとね、見ていきましょう。まずは一括合成で。あ、待って。なんかイーグルの見た目が変化した。さらにちょっと鮮度をねスタメンに加えるためにケンタマ連携に入れていきましょう。そうだね、ここ外してもいいよな。ここ外して、鮮度にチェンジと。 OK。 あれちょっと待って、ああ、びっくりした。上限解放いつの間にか押せるようになってるかと思って。確認しちゃった、思わず。あ、そうだね。大丈夫だよね。使ってないよね、あれは。はいはいはい。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっとこれで剣玉、編成変えていきましょう。鮮度がスタメンに入って、誰が弾き出されるのか。ウォーリーが出ていく感じか。なるほどね。高村さん、マシバ、バイソン、板垣、そして仙道という感じですね。オッケーオッケー。じゃあ入れ替えてみましょう。これで、154畳まで来ましたね。なるほど。まあ、仙道に装備入れ替えればもうちょっと上がるかなというところですね。で、サブケンタマの方も入れ替えていきましょう。ちょっと待って。ウォーリーが入って、ウォーリーが入る。で、重なったイーグルも強い。あれ重なったイーグル外れるのか、強いと思いきや。あ、ウォーリーが来たことで弾き出されちゃうのが重なったイーグルだったのか。それはちょっとかわいそうなところがあるな。まあまあまあ、でも、しょうがないね。はいはい。まあ、ウォーリーにいい装備ついてるから、もしかしたら付け替えで仙道の方に移植する可能性は全然あるけどね。そして先方剣玉、こちらも入れ替えてみますと、あ、でもここに入るね。ここにイラスト変わったイーグル入ってきますということで、弾き出されたのは宮田親子か。まあ、しょうがないね。これもまた、これもまたちょっと悲しい定めだけど、で、ちょっとね、あ、ここじゃ見れないのか。イラスト変わったイーグル見てみますか。
おお、なるほどね。さっきまではガウンを羽織っていたのにさっきまではガウンを羽織っていたけど、プラス6になったことで、あーでもこれどっちかっこいいか悩ましいね。なんか羽織ってるのは羽織ってるのでかっこいいからな。なるほどね。で、仙道の方は、まあ、まだね、凸はできてないけど、23畳短期であるのか。ちょっと装備入れ替えましょう、仙道のやつ。装備なしで23畳あるから、まあ、多分今一番強いだろうということで、まあ、ちょっと板垣の装備もらうか。そうだね、板垣の装備もらいましょう。まずは、一応仙道専用の装備を一つつけまして、で、まあここはこっちかな、劇場の闘神、つけましょう。で、ここは装備できるものがない、これは余ってるから、つけておく。余ってるやつを、不滅の神婚ね、つけましょう。で、下の段のやつなんだけど、ここはちょっと板垣からもらおうかな。板垣がつけてるやつを移植する。で、板垣にはまた別のをつけてあげましょう。とそんな感じですね。これも板垣のやつをもらう。で、さらにここかな、この装備は、あ、まあ自分でも、持ってるのが余ってるのが1個あったんで、これはいいか。で、板垣の方に、まあとりあえず星6のやつつけておきますか。でこちらも余ってるのがあればと思ったけど、余ってるのはないね。そうだね、まあ、スタメンから外れて、先方剣玉からも外れちゃった宮田親子の装備をちょっと外しましょうか。 OK、これで、一応スタメンの装備はちょっと調節できたかなと。で、さっき150ぐらいだったのがどこまで上がったかなというと、194.4 ですね。まあまあまあいいんじゃないですか。もうちょっとで200いきそうなところか。はい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 。なるほどね。仙道短期でどれぐらい出てんだ。あ、 78.37 畳。それは随分いったね。なるほどなるほど。ちょっと待てよ。仙道は、まあ、合コンの中ではリカルドの前に出たやつだから、比較的新しいといえば新しいんだよな。なるほど、悪くない。ってとこかな。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。